大野集落は、現在の長崎県長崎市の下大野町と上、大野町及び越市地区と辻地区を指す、急総省で、いわゆる隠れ騎士ンが切り開いた集落の景観を保持している。集落内には、重要文化財指定の大野教会堂がある。大野は、西園木半島のほぼ中央、相灘灘に面し、大野学の南西斜面と、国道202号の間に立地する。 大野のキリシタンは、平戸島の領主であった松浦氏の家臣で、春日集落を所領としていた小手、タヤスはじめが五百九十九年に追放され、一族、家臣らが大野に流転してきたことに始まるとされる。小手伝一族が大野へ逃れてきたのは、西園木の大半を支配していた、大村染田田が五百六十三年に洗礼し、キリスト教を悲護したことで領民の多くがキリシタンと、 なっていたことによる。1612年に江戸幕府が近況令を発布したことで、大村藩はキリシタン摘発を始めるが、大野周辺は佐賀藩の飛び地であったため追求の手が及びにくく、一帯がリアス式海岸のため陸路での接近が難しいこともあり、隠れキリシタンが潜伏するのに適した地の利であった。大村藩士によると、大野は1670年に海 当時は147軒の家屋があった。大野では、集落内にある大野神社、門神社、辻神社の3つの神社は、キリシタンの商屋が神主を務め、村人は、氏子としても振る舞い、外見は神社を装いながら、キリスト教寺院として機能させ続けた。集落における生業は、畑作と林業、漁業で、大村繁華で記された、合村記。 県文集によると、農作物は、さつまいもを主体に、麦そば、大豆と野菜類であった。1877年に、泥神父が外海に赴任したことで、王の集落から約30個が、カトリックに復帰した。泥神父は、鉄協会堂の巡回協会として、王のに、協会堂を私費で建てるにあたり、集落の26個の信者が貧しいながらも、資材運搬などに協力した。 もともと大野教会堂は2016年の第40回世界遺産委員会において世界遺産登録審査予定であった長崎の教会軍とキリスト教官連遺産の構成資産であったがユネスコの諮問機関である国際記念物遺跡会議より近況期を重点にすべきとの指摘を受け2016年2月9日に閣議了解で推薦が一旦取り下げられ7月25日に 文化庁文化審議会により改めて2018年の審査対象となった。この際、それまで厚生資産の主体であった大野教会堂が近況明けの明治時代に建てられたものであるため、再推薦では近況期に隠れ切りしたが構築した大野集落を主体とし、教会堂は集落に包括される形式となった。文化庁は世界遺産に求められる完全性として、 重要文化的景観を適用することを決め、隣接する列が重要文化的景観。長崎市外海の一室み集落景観として2012年に選定されていたため、長崎市は2015年に王の地区の追加申し出を行い、2018年2月13日に追加選定を受けた。また、集落全体が景観法の景観計画重点地区にもなっている。 2010年時点で、上大野には46世帯88人、下大野には58世帯138人が暮らしている。海岸線は、急峻な崖状をなし、家屋は斜面地形に配置されることから断球状になり、段差ごとに石積みを構築する。道路は舗装されたが、路肩は石積みを生かしている。現在の周辺景観は有効の果樹園が広がる。 集落内を大野岳への登山道となる、九州自然歩道が通り抜けている。上、大野の石積み景観下大野の家屋、路地景観通事地区の眺望台の神社門神社。ありがとうございます。